ありがとうございます。お願いします。はい。お名前が呼ばれた時の感想はいかがでしたか。いやあ、なんですかねこれは。あ、なんか全然違いますよそのリアクション。強さ。はい。だってちゃん聞かれてるんで答えてます。はい。あのでも単純に嬉しかったです。単純に何ですか。単純に嬉しかったです。あ、嬉しかった。はい。ものすごく嬉しかったです。本当に単純に答えてください。はい。すいません。でもなんかあんま実感がないです。なんか呼ばれた瞬間もそうでしたけど、なんか泣いちゃうのかなとか事前に思ってたんですけど、泣いちゃうかやったーとかなんのかなと思ったんですけど、なんかあーみたいなあーのなんか余韻でそのまま頭下げたみたいな感じですね。そっからずっと今もまだちょっとふわふわしてる感じですね。はい、そうです。はい。準々決勝で毎回手応えなく落ちてって、あ、そうですね、ニューピアホールがちょっと苦手だったので、例年はね、今年は準々決勝がルミネだったん でルミネの時だけなんか調子いいんでいつも、そうですね、なのでこれはやっぱ広いとこで、ああいうタイプの会場で受けるネタをちょっと作んないとなっていうのはずっと考えて、それを用意しようっていう1年でしたね、ずっと。 で、ね、それが間に合ってよかったなっていう感じですね、うん、それも分かんなかったですけど、今日のその準決でニューピア1年ぶり来るまで、うん、これ本当に合ってんのかは分からず、確かにだったんで、うん、やって出てみて、あ、合ってたっぽいって思った時はちょっと嬉しかったですね、うん、やっぱやりながらでかいのが来た時は、はい。コロナになってから、まあ、その2年前ぐらいからなんか真剣にこう M1 と向き合うようになって、いろいろ話し合って2人で集まってネタの話を結構することが増えたりとか、その後ネタ見せ会とかもあの他の芸人さんとやったりとかしたりして、やっぱその対策をいろいろ練った1年2年だったような気がするので、やっと実が結んだなと。本当になんか売れそうみたいなことを言われた時期あったんですけど、通り過ぎちゃって、もう売れないよねみたいな、なんかなってたんで、僕たちなんかもうなんか本当にね、テレビとか出そうなのになみたいなので、もうないかみたいになってきたところで、こういうふうに呼んでいただけたんで、このチャンスをなんとか逃さずホームラン打てるように頑張ります。はい、マセキさんでいうと本当ナイツ、そうですね、嫌いですよね。そうなんですよね。だからなんか割と粒揃いだよねとかって、マセキはなんかよく言ってもらうことあるんですけど、確かに面白い漫才師いっぱいいるんですよ、僕らの後輩でも同期ぐらいでも。でもこの M1 でってなるとやっぱ一個なかなか上に上がれなくて、我々を筆頭にちょっと不甲斐ない感じがずっと続いてて、多分ナイツさんもさぞ嫌だったろうなって思うんですよね。初めて M1 グランプリをテレビで見たのって覚えてらっしゃいますか。あ、覚えてます、もちろん。僕は高3年の時かなに、なんかちゃんと認識しないで、あ、なんかすごいの始まったなっていう、そのテレビで、みたいな、まっちゃんはなんか審査員やるんだとかで、生放送でなんかすごい雰囲気でやってんなみたいな、うん、でなんかよくわかんないけどすごいことなんだろうなと思って釘付けだったんですけど、でも結局その初年度はばあちゃんが早く風呂入れっていうんで、途中なんかフットボールアースさんとかあの辺のとこは僕風呂入ってたんで見れなかったんですけど後で追っかけてみましたね、うん、でも2000何年だろう、なんか僕が地元に いる間とかで朝日放送が僕の実家見れなかったんですよ。で初年度は僕その町、ばあちゃんが町に住んでて、そこに僕一緒に住んでた時期だったんで見れたんですけど、だそれ以降はその町のやつが撮っててくれて VHS を借りてきてそれで見るみたいな感じでしたね。だからなんか不思議な感じです、あれに俺出るんだみたいな、はい、そうね。
いかがですか。僕もその直撃世代なんで、もちろん2001からちゃんと見て、僕もそれこそビデオでいっぱい撮っていっぱい見て勉強したりとかして、やっぱ勉強したとは思えない仕上がりですね。本当に M1 だったそれでいっぱい撮ったの。 M1 よ、いっぱい見たんだから。本当いろいろ見て、そうアメリカザリガニさんとかが出てたりとか。本当のアメリカザリガニさん。違う。でも本当にいろいろ笑いのことがよく分かんなかったけど、芸人になろうなって思ったきっかけでもある。なろうなって誰かに言ってんだろう。なろうかなって思った。それこそその時言った、その僕もともと人力車に入ったんですけども、そのアンタッチャブルさんがこう優勝、その敗者復活行ったりとか優勝するときに、ちょうどその養成女性として在学してたんで、やっぱこういうのかっこいいなっていうのはずっと憧れてて、そうっすね、いいなと思ってましたね。あ、そうだね、漫才師がかっこいいっていうのを、うん、教えてもらったものが M1 かもしれないですね。何も道具とか使わず、から素手だけで面白いっていう、すごいですよね。いやだからこの準決勝すら僕ら今年初めてだったんで、はい、その準々決勝あって、準決勝進出が決まってから今日までの過ごし方とかも全然分かんなくて、どうしてればいいのか、でネタもいっぱい多分ライブでかけた方がいいとは思うんですけど、芸風的にそのこの人が覚えちゃったらおしまいみたいなところもあるんで、そうですね、そこのなんか塩梅もあったり、あと、ね、僕に至ってはなんか今日も受けたとか面白かったとかも結構言われるし、うん、そう言うと調子に乗っちゃったりするんですよ。信じられないですね。でも調子、間違えまくったやつが調子に乗れるんだ。それこそナイスさんにも言われたんですけど、調子に乗ってお前面白くないからみたいな本当に言われてて、やっぱその天狗になっちゃったりする時があるんで、こんな人間なのにですよ。それだけはならないように自分の中でその地に足をつけてって、そのウエストランドの井口君とかに言われてるんですけど、本当地に足をつけて、そのみんな褒めてくれるけどやめてって言いながら生きていきたいと思います。そのやっぱそのやめてって言いながら生きていや、でも本当にじゃなんかすごいことなんだけど、ずっとこれ言うんですけど、そのやめてって言いながら、その準決勝が決まったってなった日にシフト入ってないのにバイト先とかには行ってるんですよ。褒められようと思って。で、顔出して褒められたらやめてって言って、もう意味わかんないねじれ現象になってる。そうなんですよね。これはどうしたらいいんですかね。これすごいことだとは思うんですけど、思っちゃいけないし、結局やっぱ優勝したいんで、優勝するためにはそんなことで満足しちゃいけないみたいな、なんかよくわかんないこと言ってますけどね。でもそういうなんか、どっからのこと言ってるの。ずっとわけわかんないよ。満足入ってきた時から。まだ通過点っていう言い方したらかっこいいですけど、まだここで納得しちゃいけないっていうか、今やっとそのスタートラインに立ったって言ったらかっこいいですか？そのなんか諦めろよ、もうかっこいいと思われること無理だろ。だからなんかどうしようかなって思ってます、本当に。そのとにかく一生懸命やるだけなんですけど、おごらず丁寧にやりたいと思います。はい、決勝は楽しみですか？なんかどういうことですか？楽しみです。もう本当に楽しみが一番でかいですね、うん、なんか不安がほぼないというか、それがいいのか悪いのか分かんないですけど、メンツもそうですし、うん、なんかそうですね、本当にいいのかなみたいなのはちょっとあるんですけど、これ、あの M1 だよねみたいな、このメンツで、それはみんなもちろん面白いけど、面白いことも知ってるけど、別に M1 でやんなくてもいいんじゃないのぐらいちょっと思っちゃうぐらいのなんか知り合いばっかり、わかるけどね、その気持ちもね、うんうん、なんか、はい、だから国民の皆さんに怒られない大会にしたい。そうですね、それはもちろん過去最高の M1 だったっていうふうにしたいですね。したいよね、うん、そうそう、我々で最高の年と言われるようにやりましょう。柴くんが言ってたもんね、あのすごくごくいいことで翔くんがお前言ってたんですけど、その M1 グランプリっていう一本のネタをみんなで作ってるんだみたいなこと言ってたよね。ああでもそれ、あれはすごくいい言葉だったんでお願いします。もういや、いいこと言ったんですよ、ちょっとお願いします。でも本当に今年だったらその6000何組いて、全員で、まあそのスタッフさんもそう、決勝審査員の人とかも多分全員で、この今年
の一本みたいなのを最後作るんだなっていう、その中で今年一番強かったボケみたいなとこに当たるやつが優勝するんだろうしみたいな、振りになるやつもいるだろうしみたいな、それはもう蓋開けてみないと分かんないし、それを国民の人全員に全漫才師で見せるっていう感覚に なりましたね、この1年で、うん、なのでもうそれぞれができることのマックスをやって、はい、あとはどうなるかっていう、なんか本気で優勝を目指すもんだらけでやれば間違いないからっていう、間違いない、はい、そう思えるようになりましたね。素晴らしい、いいですか、これ。はい、完璧でーす。くそ腹立つマジで、こいつなんか落ちねえから、ね、いや、やめてよ、やめてよ、やめてよ